嘘だろ。どうしてマスエスタンエンポジション？エンカミノ、ソロバデアクエルバプランシャン。ファンタスティック。いつから計画してたんだ？その日からだ。サミエル遅れるな。時間との勝負なんだ。おお、すげえな。ペダソビマテデラフェルナ。Nunca saldrás de aquí。キレンシオ。マジかよ。こいつは残虐だ。これも世の中のためだよ。ほら、これを使え。使い方を覚えているな。すぐ思い出した。アブラントダス・ラス・プエルタス。ヘクター、まさか王道でも起こす気か？その通り。アガンロ、ゴイ・サミエル。サミエル飲め。いや大丈夫だ、ピンピンしてるよ。ほら喉が渇く。さあ飲め。どうも。それでこれからどうするつもりだ？これからって言われても、風呂入ってちゃんとしたベッドで寝て、寝てくれる女でも探すかな。弟を探す。まあそんなとこさ。ああ、そうか。それでどうだ、どれくらいでエイブリーの宝を見つけられる？ああ、とりあえずアメリカ戻って調査再開。いつだ？始めてみないと何とも。宝の場所は？ああ、まあ知ってるけどよ。いいか、ほらでっかいバッテンがついた地図があるわけじゃないけど、手がかりは手に入れてるんだ。デテンガセハキ。おい、ちょっと待ってくれ。待て、おい、待てって。お前は好きだ。何よりも信用してた。だから連れてきた。ちゃんと見つけるって時間が必要なだけだ。ダメ、うん、口よ。だが面倒なことに疑問を持ち始めてしまってね。待て、ヘクター、聞いてくれ。必ず見つける。違うが。いつだ？半年くれ。人というのはいつも必要以上に時間を求めてくる。3ヶ月だ。3ヶ月だけじゃ。3ヶ月後、宝の半分できるな。どうだ、3ヶ月後宝半分。いいか、逃げたり宝を隠したり警察にチクったりしたって無駄だからな。すぐバレる。俺は忘れた頃に現れる。そうなったら殺すぐらいじゃ済まないだろう。ほら立て、見ろ、町には。朝日に向かって10キロ歩けばたどり着く。朝日を浴びるなんて久しぶりのことだろう。
バモス。見つけたらどうする？大丈夫、時が来ればもらいに行くさ。フェナスエルテサミエル。それでアルカサルに助けられてここにいる。まずいな。また痕跡をたどればいいだけだ。痕跡？サム、そんなものないよ。レイフは俺と脱出した後、奴の親の金で聖ディスマス大聖堂周辺の土地を買い占めた。何週間も探したけど、エイブリーの財宝はなし。レイフは諦めてないけどな。何年も探し続けてるけど、何も見つかっちゃいない。まあ、そうだろうな。なんで？ああ、俺もちょっとばかり探しては見たんだよ。それに、レイフはこれを持ってない。インターネットってのは本当に便利なもんさ。聖ディスマスの十字架。俺たちが見つけたのは壊れてて空洞だったろ。マジかよ、まだ無傷だ。十字架は一つじゃなかった。ああ、だからパナマの十字架になかったものがこの中にあるかもしれないってことか。うん。マジかよ。で、どこに？ああ、この極上品はロッシの屋敷で3日後にオークションに出される。ロッシの屋敷知ってるか？ああ、もちろん。一体どうやって警備のきつい会員制闇オークションの招待状を手に入れるつもりだ？ああ、そこは招待状がなくてもどうにか。ああ、へえ。で、金持ちに競り勝つための金はどうすんだ？俺の家を抵当に入れたってそんな大金を手にって。ああ、そうか、盗むのか。ああ、二人で。おい、待て。いや、ダメだ、悪いな、無理だ、俺はやらない。何？ダメだ、俺はもう足を洗ったんだって。それに俺よりもこういう仕事に向いてる奴らは他にもたくさんいるだろう。例えば？ほら、例えばそうだ、チャーリー・カッターは？ダメだ、あいつなら本当に頼りになるって。他の奴は信用できない。誰だろうと、これには俺の命がかかってるんだよ、わかるだろう？な？お前じゃないと。さあ、他に方法があるはずだ。いいか、もう時間がない。アルカサルも待たせてる。もしもし、エレナ。ああ、信じないと思うけど、ジェイムソンが許可書を持ってきたんだよ。ああ、そうだな。だからマレーシアの仕事はやることになりそうだ。で、様子は？着飾ったチャチの悪党どもが仲良くパーティー中だ。サリバンの合図はまだだよな。時間はたっぷりだろ。見たとこ、屋敷の裏に保管庫があるみたい。そっから見える？屋根のあたりだけな。どんなお宝が眠ってんだろうな。今は十字架のことだけ考えようぜ。いいのか？エレナのお土産にもなるぜ。笑える。狙いは一つ。あ、一つ。俺たち二人だけならもっと楽だろう。サム、もう侵入してるかも。ああ、無理やりね。もしもサリバンがビビっちまって来なかったりしたらどうする気？サリーはそんなやつじゃない。じゃあ捕まったら？
サム、サリーは奴らを知ってる。うまくパーティーを抜け出して部屋の窓を開けることくらいできるだろ。心配するな。うん。なんだよ。ほら、言えよ。十字架持ち逃げされたら。そんなのありえないって。サリバンだぞ、裏切り者で有名な。でも、俺たちのことは絶対裏切らないって。お前はな。気が合わないのは知ってるけどさ。それ以上だ。信じてくれよ。サリーは家族だ。いや、兄貴も家族だ。だからサリーのことを信じてくれ。はいはい、やってくれるさ。そのうちね。なあ、でもうまくいかなかった場合のことを考えるくらいはさ。ほら、な、家族だ。汚すんじゃないぞ。どうも。よし、サンキュー。姉さん、姉さん、何？ああ、そっか。オッケー。大丈夫？うん。どうだ？着飾った悪党みたい。行こう。よし、先に行け。サリー、ガロツキどものパーティーってのはたまんないね。なんで？どこだってハマキを据えちゃうんだぞ。久しぶり。元気にしてたか。覚えてる？生き返った兄貴。サリは、これはたまげたね。15年か。ああ。無事でよかった。それじゃあ十字架をいただいてサムを救おうぜ。それがちょっとな。何？どうしたんだ？来い、見りゃわかる。あれだ。あの十字架がなんで？ついさっき保管庫からじゃじゃーんとお出まし。順番を変えやがった。誰かが大金でも積んだんだろう。入札まであとどれくらいある？10分か15分ってとこだ。なんとか盗み出さないと。こんだけ人がいるとこでやったらすぐに落ちる。ああ、まあな。けど気をそらしゃいいんだろ。え？例えばパッと浮かばないけど。なんとかなるさ。十字架に近づくの見られてもしてみろ。見られなかったら？なあ、無所にいた時のことを思い出せ。悪さをするときは決まって暗くなる。消灯時間。時間。そっか。でも電源室なんてどこにあるんだ。通気口に電気。ここだな。それじゃあこれで電気を消して。堂々と盗む。非常用電源はどうすんだ。ってことはほんの数秒間しかないってことか。十字架のすぐそばで待ってなきゃ無理だろうな。怪しすぎてすぐ捕まっちゃうんじゃないの？スクザーティ、スニョーリ。アンティパスティ。いや、いいよ。いや、元気？チャオ。おい、サム。ウェイターならいける。そりゃいいね。うん。それだ。よし、俺が電源室で電気を消す。俺はウェイター？盗みはプロだろ。サリーはホールで十字架を見張ってて、何かあったら頼むぜ。な、よし来た。いいか、絶対にうまくいく。行くぞ。ああ、ほんじゃお前ら張り切っていくぞ。サリバン全然変わってないな。どうも、これ禁酒のおかげだな。マジか。なわけあるか、ギャグだよ。すみません、
Non ho ancora avuto piacere. Stasera c'è tutto esaurito. Ho persino visto il piacere. No, ni shiteru? Chotto, tousou keiro no osarai da. Yabaku narisou da shi. Ma, ochitsuke yo. Ore tachi nara rakushou daro. Aa, wakatte ru tte. Tsukamatta toki no koto o kangaetaku nai dake da. Samu, maji de yabakatta ra tsukamaru mae ni shinde ru tte. Ki ga raku ni natta yo. Daro? Wine cellar no doa. Ikou.悪いな。悪いね。来たぞ。よしやるか。あ、クソ閉まってる。おい、さっきも開いてたぞ。なんとか開けられないか。ダメ、電子ロックだ。そんじゃ他の方法。見たか、キーカード、ケツのポッケ。ああ任せろ。おい、待て待て、ここでやるのか。人が多すぎるだろ。ささっと抜き取るだけだろ。はいはい。プロの仕事に感動しちゃったよ。オッケー。ほんじゃ本番行くぞ。これつけてけよ。最高。頑張れよ。サリーもな。手を挙げて。はい、ビクター。ナディーンちゃん、会いたかったぜ。今回は私の勝ちだね。本物だったら今頃天国ってか。道が一番って気づかなかったよ。そう、わかるでしょ。おめかしも仕事の一部なの。たまにはね。決まってるじゃないか。君には負ける。こういうとこ苦手。英語が分かる人と会えてさ。アメリカ人でもね。アメリカなまりは好みじゃないの。バーに行くけど何か飲む？スコッチよ、スコッチ。相変わらずね。ネイト、聞いてたか？聞いてたよ。お姉ちゃんとイチャついてんのをね。しかもあのナディーン・ロスと来たもんだ。ナディーン・ロス、あの傭兵会社のリーダーか。なんだっけ。しょうがないんだ。それだ、サリー。揉めてたよな。それ以上だな。でも根に持つタイプじゃなくて助かったぜ。準備いいぞ。よし、そろそろ行くよ。サリーも気をつけてな。ありがとう。いいか。ああ、行こう。まずはウェイターがいそうな場所を探さないと。厨房から一人おびき出すのは。んじゃ、厨房に行ってみるか。あ、くそ。それ
それでよく無事だったね。無事なもんか。いや、1ヶ月は身動き取れなくてよ。あの馬は平気だった？人参積んでてラッキーだったぜ。知り合いでもいた？いや、気のせい気のせい。あんたのパートナーにはいつ会えるんだい？ドレイク？そりゃ元パートナーだな、うん、近頃はずっと一人様だよ。奴はいない。うん、それは死んだってこと？いや、引退したよ、うん、足を洗って結婚したってさ、うん、そりゃ死んだも同然だな。ビクター・サリバン、久しぶり。レイフ、いつ以来だっけ？10年ぶり？12年？15年。すごいな、相も変わらず。俺たちは死人のガラクタを奪い合っている。そうか、親の仕事を手伝ってるんじゃないのか？親から継いで、今はそっちが本業だ。随分出世したもんだね。出品されてるもの全部買い占められるんじゃないか？ああ、まあな。でもそんなのつまらない。俺が興味があるのはいいものだけ、うん、でかい山さ。今夜は何を狙ってる？お前と競り合いはごめんだな。でもここだけの話、品物の順番が変わってる、うん、これは誰かが裏で手引いてるんじゃないか？ここにいる連中はみんなズルして金持ちになった。だからこういう場所では助け合える仲間が必要なの。なあ、こんなこと言いたくないが、アメリカ人の手下になったのか？違う、手を組んだんだよ。なるほど、うん、最強カップルだな。まもなく次のオークションを開始いたします。次のアイテムはトロット邸の木製の十字架です。そんじゃ、おじゃまむしは消えるぜ。あとは二人でごゆっくり。ちょっと待て、サリバン。なんだ知ってる？知ってる？それ何の話だ、レイフ。ナディーン、お前さんのパートナー酔っ払ってるんじゃないか？ごまかすな、ジジイ。どうやって潜り込んだか知らないが、もしあんたが十字架を狙ってるなら生きて帰れると思うなよ。あんたを死体袋に入れて。ま、そういうことだ。そんじゃ失礼するよ、ネイト。ネイト、ったくどこをつけ歩いてんだ。よし、電源室やるか。サム、サリー、聞こえる？どこを突き歩いてたんだ？着いたぞ。かなりヤバかったけどな。とにかく電気消すなら大チャンス到来だ。パネルに近づくにはもうちょい時間が欲しい。そんなことしてる間にレイフが十字架背に落としちまうぞ。え？何？レイフ？レイフがここに？あのレイフだ。しかも今んとこ最高値をつけてやがる。なら整理過程。無茶言うな。どこにそんな金あんだ？どうせ最後は盗む、だろ？レイフに見抜かれたか。大丈夫。9万ユーロ、他にお声はありませんか？十字架が手に入らなかったら俺は死んだも当然だ。でも落札したら違う意味でおしまいだ。少し時間稼ぎしてほしいだけだ。たく、札が上がりました。現在10万ユーロです。ありがとうございます。他にいらっしゃいますか？札が上がりました。現在11万ユーロです。こうなれとことん付き合うよ。札が上がりました。大丈夫、なんとかするって。頼むぜ。スイッチの前に来たぞ。いいか、いつでもいいぞ。サリバンは？ジョイマチ。そちらの男性、提示額は21万ユーロです。50万ユーロだ。さっさと決めるぞ。ありがとうございます。50万ユーロという提示額が出ました。入札を続けますか？ヒヤヒヤしたじゃないか、サリバン。あんたを殺すとこだ。そんじゃ、あのバカの投げっ面拝見と行くか。いらっしゃいませんか？
いらっしゃいませんね。それでは決まりました、50万ユーロです。皆様どうかご安心ください。非常電源がすぐに入ります。ないぞ。どけ、道を開けろ。出すな。おい、そいつを止めろ。フェルモ、何やってんだ、逃がしやがって。言葉わかんねえのか。スパリッシュ、クソ。サム、十字架取ったか。聖ディスマスならここにある、拝むか。いい感じで大騒ぎになっちゃってるぜ。ホールは封鎖、警備もバッタバタ。おい、サリバン、車はどこだ。正面の道まで来い。一番明るい場所だ。そこで待ってるよ。もう平気だ。顔も見られてない。深呼吸して華麗に脱出だ。おっと、失礼。ここは立ち入り禁止。お互い様、コシオ、二人の秘密にどう？あなたすごく素敵なもの持っているわね。マジ？いや、その悪いんだけど、俺ってば奥さんいるんだよね。ってことでごめん。隠し通せるとき十字架像を渡して。お嬢さん、俺が紳士でよかったな。出なきゃ。なあ。そうかい。あんまり気が乗らないけど。かかってる。残念。今のはわざと。さあ来な。お宝をよこしな。一体どれのこと言ってんの。わからないなら教えてやるよ。いってちょい待ち、まだ時差ボケなんだって。くそ。観念した。まだ生意気な口聞くつもりなあ。あんたマッサージ下手って言われない？背中がかなり痛むんだけど。わかった、待てって。後ろのポケットだよ。どこにある。で、どうだ。よし、準備はいいぞ。どこにいた。ちょうどナディーンとお別れしたとこだ。彼女最高。やばいことになってる。みんなパニックっちまってひっちゃかめっちゃかな。二人とも急げ、早く来いよ。姉さん、どこだ。さあな、そっちは。ホールの近くだ。途中の丸い看板みたいなのを探せ。丸い看板、よし。銃を手に入れてやったぞ。後でな。じゃあ行くぞ。何やってんだ、レイさん。よ、元気？オークションはゴリゴリだぜ。だな、もう真っ暗。
よし。地獄に落ちなきゃいいが。くそ。体。は？な。ああ、くそ、やられた。さすが兄弟。よし、ドクロマーク。いい感じだ。エイブリーの印だ。これは？オディエ・メクム・エリス・イン・パラディソ。何時、我と楽園にあるし。俺はキリストが聖ディスマスにかけた言葉だ。だな。でもこの数字は何だと思う？何かの暗号か。電話番号？いいか。西暦だ。え？ほら。1659。エイブリーの生まれた年か。1699。ときたら死んだ年だ。資料によればそうだな。ってことは、生まれた年、死んだ年、それに楽園、エイブリーの墓を探せってことか。聖ディスマス大聖堂。ちょっと待て。あそこはレイフが散々探したんじゃないのか。ああ、大聖堂をね。シンボルを見ろよ、うん、これはスコットランドの古い墓石にあるやつだ。だろ。で、こっち。ここの設計は変わってる。うん。ここが大聖堂。でも墓地はこんなに離れてる。レイフは的外れだったってわけか。その通り。よし、スコットランドに行こう。まあまあ、ちょっと待てって。当然レイフが待ち構えてるだろう。それはついてから考えればいい。ノコノコ出て行ったらあいつを喜ばすだけだぞ。しかもナディーンと傭兵部隊までお待ちかねだ。でも奴はこれを持ってない。海賊史上最大のお宝が目の前にあるんだぞ。サムを救うためじゃなかったのか。そうさ。でも同じことだろ。サムを救うためには財宝がいるんだ。エレナにはなんて言うんだ。おいおい、まったく。いや、そんな単純じゃない。いいか、ずっと二人で冒険してきたんだろ。これは理解しないさ。もっとあの子を信用してやれ。リスクが大きすぎる。サリバンの言う通りだ。状況が変わった。レイフが関わってる。ここからは俺一人で大丈夫だよ。そうか、貴重な意見をありがとう。悪いね。もしもし、俺だ。何か言いたいことでも？なあ、その大変だったことは分かってる。無所で何年も気の毒だったと思ってるさ、うん、でもネイトのせいじゃない。そんなこと言ってないさ。足を洗うのには随分時間がかかった。脅しちゃいない。自分で選んだ。こうなる運命だったんだよ。本気で言ってんのか？あんたはなんでここに？俺はあいつの子守役ってとこさ。いや、数週間で帰るよ。うん、もちろん。OK、愛してるよ。じゃあ、エレナには仕事がちょっと長引いたって言っといたよ。嘘は言ってないだろ。だろ。ほら、どうする。サムを助けてやろうぜ。ま、スコットランドでちょっくら観光でもしたいと思ってたところだ。おい、レイフは派手にやってんな。大聖堂にかかりきりってとこみたいだ。ってことは墓地は俺たちで独り占めできる、はあ、サリー。ああ、準備 OK だ。用意しないと。頑張れよ。なあ、来ないのか。いや、ほらエスカレーターがありゃついていくんだけど。わかった、すぐ戻る。おい、ネイト。え、なんだ。ピカピカのやつを楽しみにしてるよ。任せとけ。よし、エイブリー船長にご挨拶と行くか。